Peggy 16. テイルズ・オブ・アライズプロデューサーの富澤です。今回はテイルズ・オブシリーズの特徴でもあるバトルとキャラクター表現について、どのような継承と進化に挑戦しているのか、こちらをご紹介していきます。ディレクターの香川です。テイルズ・オブシリーズは毎作新しいバトルシステムに挑戦し、アクションバトルの手触り、その体験にこだわりを持って常に改善を続けてきました。しかしながら、バトルシステムの歴史が積み上がっていく中で、システムが煩雑化してしまった側面もあります。本作は全ての人に楽しんでいただけるアクション RPG というゴールに向けて、煩雑なところを一旦整理しました。そして攻撃と回避のバランスを一から見直し、さらに爽快感ある反撃が楽しめるカウンターレイドの仕組みを導入しています。それから新しいシステムであるブーストアタック、ブーストストライクです。これはアクションとしてテンポよくコンボ中に使いやすい気持ちいい大技という狙いもありますが、やはりテイルズオブで一番大事なのは、キャラクターの個性が生かされた戦闘と仲間と共に戦う頼もしさだと思っているので、そこを改めて心に置いて設計しました。遅いね。甘いぜ。ジョロアマね。私自身がテイルズ・オブのバトルがとても好きなので、それがちゃんと継承できているか、その上で誰でも直感的で手触りの良いアクションバトルに進化しているか、開発の最後までこだわって作っていこうと思います。ただいま香川さんにご紹介いただいたバトルはもちろん、ムービーシーンやフィールド体験でもキャラクターたちの息遣いやそれぞれの個性を十二分に感じ取ることができます。アートディレクターの岩本です。Tales of Arise では、従来のシリーズ作品以上に、キャラクターの感情を伝えるために、顔と体の動きに着目して、フェイシャルキャプチャーや高度なモーションキャプチャー技術を使用しています。体の動きで感情を表現できるよう、顔の向き、眉の動き、口の動きを丁寧に描き、キャラクターたちが持っている微妙な感情の揺れ動きを表現しました。また、ただ綺麗な映像を作るというだけではなく、いかにキャラクターを多面的に描けるか、それがテイルズ・オブのこだわりだと思っています。なので作中のちょっとした待機モーションや躍動的なバトルの最中でも、あらゆる場面でそのキャラクターらしさを追求しています。6人のメインキャラクターを中心にキャラクターデザインをした時から、この子はこう覚えてほしいなっていうことを想像しながらデザインを進めていきました。開発を進めていく中で、日々命が吹き込まれていくキャラクターたちに対して、愛とこだわりを持って作ることが大事だと思っていて、それがお客様にも伝わるといいなと思います。この動画では一部しかお見せすることができませんでしたが、実際にゲームを体験していただける日を楽しみにしています。まだまだ新規の情報をお届けしていきたいと思っていますので、発売まであと少し、引き続き楽しみにお待ちください。